おはようございます。バーンです。今日の琵琶湖はですね、とにかく寒い。寒風、吹きさぶ、吹きさぶってことではないですけども、吹いている、琵琶湖湖岸となっております。それでは行ってきます。そうしましたら、朝日は見えないけれども、レディーケーキトゥーゴー。おっと、意図的にレディーケーキトゥーゴーと称してしまいましたが、本来はレディーケーキトゥーゴーと称した、この動画のシリーズ、大会2回目となります。どうぞよろしくお願いいたします。やっぱりですね、音楽室にこもってで、ずっと一人でベラベラ喋るよりかはですね、多くのこの食の刺激を受けつつ雑談をした方がですね、なんかこう、自分の頭が入ってもですね、そっちの方がいいんじゃないかというようなね、ところがあります。で、最近のバンティビート傾向としましてですね、政治絡みのネタがですね、ちょっと多くなってきました。川の様相がですね、だいぶ水が少ないんですね。ああ、そして相変わらずの川がたくさん流れ着いてますけどね。またちょっと週末にね、ゴミ拾いでもしようかなと。しかし寒いな。あ、でも年末ですね、もう一ゴミ拾い、やっておこうかなと。自分の家を掃除せずに琵琶湖を掃除して一体どうするんだと、どうするんだというね、懸念があるものなんですね。まあ、そこはですね、自分のポリシーと、いやいや、そうは言っても、いやいや、そうはいかないと、家族的にも、いやいや、まあ、そういうような議論があるんですけども、しかし寒い、この寒い中ですね、おそらくですけれども、僕の声はですね、そこそこ明瞭に入っているのではないかというふうに思います。今現在、使っているカメラですね、GoPro Hero 7 の、アクションカメラを使っているわけなんですけれども、ちょっと待ってよ、これもうちょっと向こう側に行っとこうか。やっぱり、人がいはるんでね、ちょっと、躊躇いたしましたけれども、電柱の陰に隠れよう。これで見えないはずだ。でね、この GoPro Hero 7はですね、デフォルトの状態で風切り音軽減の設定ができます。でこれをですね、まあ、切る人がね多いんですね。こもった音になるからといって。でもですね、もともとこうついているものをですね、有効活用しようと、まあ、いうふうにも思うわけですね。それでは、なんかやっぱりまだ再開2回目、周りに人がいるとですね、言動、雑談が止まってしまうというね、まだまだね、そういうところがありますけれども、これね、やってみはったら分かるんですけども、あのね、ほんまにね、止まるんですよ。周りに人がいて、で自分一人だけベラベラ喋ってるっていうね、なんかもうこれはもう犯罪に近いと言わざるを得ないという意識がですね、芽生えてくるわけですね。そして、風切り音低減の話ですね。失礼いたしました。で今ね、カメラは GoPro Hero 7で、ジンバルは FeiyuTech WG2 なんですが、ウィンドジャマーといって、風切り音を軽減する、いわゆるモフモフですね、スポンジとか、あの手の類のものを使ってないんです。どうしてもね、ジンバルに乗せるときはですね、それを使うとね、取り回しが悪くなって、こっちもさっちもいかないので、第1回の動画もですね、しかし向かい風だ、向かい風なんてなかなか進まない。しかももうあとちょっとでね、もうあとちょっとで電車が来るんですよ。この電車を逃すとですね、
結構ろくでもないことになるんで、なんとか運転手には間に合いたいところだ。さて、何の話か、そうそう、化石流の提言の話ですよね。で、モフモフ、つまりウィンドジャマーを使わない状態で、そこそこね、いいんじゃないかな。おっと、事故ってるではないか。大丈夫か。突っ込んでいるぞ、軽自動車。まあ心配ではありますけども、警察官がたくさん来られてるんで、まあ大丈夫でしょう。まあ怪我もそうなされてないようですね。説明をされていましたですね。多分交差点で、こう車を避けるかなんかで、路肩に乗り上げたかなんか、危ないですね。そこに歩行者がいたと思うとですね、やっぱり車は凶器、車は凶器ですよね。まだまだ自動運転までの道のりは長いものの、いよいよ来年2020年にホンダが日本初の自動運転レベル3のね、車を市販するということではありますけれども、さて、いよいよ駅に近づいてまいりましたけれども、一旦この辺りで下を向きます。カメラが、ね、下を向くということです。おっと、街頭演説をしている人がいる。どの政党だ、どの候補者だろうか。あれ、気のせいか、気のせいだった。はい、どうもです。そうしましたら、デイリーキックトゥゴー、朝の部、後半となります。いや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 、さっきね、電車が遅れて遅れて、まあ、そんな盛大というほどではないんですけども、15分ぐらい遅れたのかな。で、しかも前の電車が運休になっていたみたいで、もうね、電車の中ぎゅうぎゅう詰めで、いや、もう大変でした。というのもですね、滋賀県の JR というのはですね、古都、それから湖西を走るね、日本の JR の電車があるんですけれども、他には正確にはもうちょっとたくさんあるんですけども、このね、古都を走る、じゃあ湖西を走る、湖西線というこの路線はですね、たびたびね、風でね、電車が遅れます。で、北陸方面からね、サンダーバードっていうね、特急がね、大阪の方にね、まあ、結構な本数通ってて、朝とかね、そうですね、30分、1時間に1本ぐらいかな、1時間に1本ぐらいだと思うんですけども、それをね、ズバーっとこう、通さんとあかんわけで、その、しかもサンダーバードがですね、遅れるんですよね。で、その影響で、普通電車がですね、快速電車もそうですけれども、遅れるというね、まあ、こういうことがたびたびあるわけですね。で、今ここ自体は京都盆地内なんですね。
京都盆地内はあの風、ほとんど今吹いてないというね、もうそういうようなね、ちょっと山を隔てて全然そういう違い、そういうね、土地柄の違いっていうのがねありますね。で、風が吹いてる吹いてないの違いで、どのようなねこのマイクの僕の声の違いがあるのかっていうところにもまたね注目してもらえればと思います。ちなみにですね、今ね僕と GoPro の間の距離はわずか3センチぐらいです。肩に乗せてね、肩って言っても若干肩よりも前あたりに乗せてるんですけどもね。でそのことによってなるべく僕の口とこの GoPro Hero 7の本体の、ね、距離を近づけてやろうと。で、風の影響、それから周りの雑音の影響をですね、なるべく受けないようにね、録音しようかなというふうに思っています。以前ね、ヘルメットマウントの、インカム式のマイクをね、使ったりしてたんですけども、案外これでいけるんちゃうかなというふうにね、いうふうに思っております。そうしましたら、お地蔵さんチェックポイントとなります。そうそう、ここもね、お地蔵さん。台風で、あの、金がね、どっか行ってたんですけれども、ちゃんとね、新しくなっていますですよ。ちなみに、おっと、猫ちゃん。野良猫ちゃん。頑張って生きてますね。相変わらず、この辺り野良猫が多いんですよね。猫ちゃん、どこ行くん？追いかけていくわけじゃないけれども、こっちの方に、おっちゃんは行きたいねんけども。デイリーキックトゥーゴーシリーズ再開2回目の、この動画ですけども、以前の動画をご存知だったらね、分かって覚えておられる方もおられるんじゃないかと思うんですけども、このお地蔵さんチェックポイントというのがですね、実は、デイリーキックトゥーゴーシリーズにありましてですね、今のところで、朝のこうお地蔵さんの挨拶をして、で1日のこう晴れ晴らしとしたこうスタートをね、迎えようというふうにですね思ってるわけですね。さてちょっと大通りが近づいてまいりましたけどもね、ちょっとこの辺りでね、ゆっくり歩きながら行きたいと思います。あそこの大通りがですね、排気ガス道路というふうに、呼んでおります。とにかく排気ガス臭いんですよ。あと、まあ、あの騒音軽減、音を明瞭にするという意味も込めましてですね、横の流れの信号が、信号の横の流れがですね、落ち着いてから、行こうというふうに思うわけですね。で、それはさておき、実はですね、GoPro の電池の容量がですね、迫っております。いつ切れてもおかしくないです。で、ジンバルの電池はね、まだ持ちます。おっと、走行しているうちに青信号になってはないではないか。なので後ろ後方確認 OK。 自転車道に進入する。そしておっと、膨らんできている車を注意しながら、さらに後ろ、斜め後ろから自転車がオーバーテイクしないことを確認しつつ、ここはですね一方通行です。ただし自転車は逆走可能です。24時間逆走可能です。標識が見えてますでしょうかね。一方通行なんですけど、自転車を除くと、時間指定もないですね。でね、ここはですね、まあ、非常に走りやすい道路ではあるんですけどもね、キックボードにとってみればですね、専用の自転車道があるということですね。ただね、やっぱり自転車の速度よりもね、キックボードの速度はやっぱり遅いんですね。だから、もうちょっとね、こう左側もう本当は走るべきなんですけどもね、毎度のことながらあのような網ブタ、そして今日なんかですと水、それからですね砂があるんですよ。もうね白いコンクリート部分にはですね、なるべくアスファルトの部分をね、まあ、走りたいと思うんですけどね、このコンクリートの部分の右半分、ここをね走るとね、まあいいっちゃいいんですけどもね、網ブタが迫ってきましたですよ。さあどうする、ちょっとお見せいたしましょう。網ブタクリアの方法をお見せいたしますね。あ、今の網ブタはね、あの挟まらない網ブタなんですよね。今の網ブタは挟まる網ブタ、網ブタにもですね何種類かあって、よくある網ブタは
2種類ですね。で、大体はね、大体はこの方式です。この方式。で、あそこまともに突っ込むと、まともに突っ込むとね、転倒します。ですけども、手前で、おっと、ちょっと油断しましたよね。手前でね、足ついて、で、車体を浮き上がらせてやるんですけど、今のはね、ちょっとギリギリまで粘って、実際のところは、車輪が、溝に陥没してしまってね、転倒寸前というね、暴挙となってしまいましたけれども、まあ、そういうね、テクニックはあるんですけども、あんまりね、あそこばっかり走るとね、疲れるんで、あとそれからうっかりね、あの網蓋のね、クリアをね忘れてしまうと、本当にもう転倒ということになるんで、もう後ろからね自転車の気配が来た時だけねっていう風にはしようと思うんですけど、だからここじゃなくてやっぱここですね、まあ、ここを走るのがいいんじゃないかなということですね。はい、というわけでデイリーキック2号シリーズ、まあ、いつ終わってもおかしくないような電池の状況下ではありましたけれども、朝の部、後半、この辺りで失礼させていただきます。夜の部に続く。どうも、バーンです。さて、デリーキック2ゴー夜の部前半開始となりますけれども、ちょっとね、ジンバルのねバッテリーの方がね心配ですね。もしかしたら途中でねジンバルの電池が切れてしまうかもしれません。そうしましたら、ジンバルが電池が切れた段階でもうガクガクというか水平が狂ったような状況でですね、それでは今日はこの辺でとか言ってもうその時点で、この、雑談トークはね終わろうと思います。よろしくお願いいたします。ですね、今ね、時刻は5時半ぐらいなんですけれども、めちゃくちゃ寒くて、でしかも真っ暗、12月もね、もうあと少しというところで、ちょっとだけ日が長くなってきたような気もするんですけども、もうこの時期は一番日がね短い時間帯ということもあってですね、しかもですね雨が降ってきたんですよ。映像ではですねちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、ところがですね、今使っているこのジンバルフェイユーテック WG2 というジンバルはですね、世にも珍しい防水ジンバルという、ジンバルでしてですね、一応のメーカーの、仕様ではですね水中も行けるとのことなんですけれども、水中はね一瞬しかダメとか、なんかね一瞬やったかな、数分やったかな、なんかそのくらい、そういうちょっと表現なんですよ。で、実際僕もこのジンバルを水中では使ったことはないです。で、だからですね、このぐらいの雨だったらもうへっちゃらですし、例えばですね、ゴミ拾いで、湖のゴミ拾いをするときにですね、ジンバルを肩につけていて、で、ザブンとこうひっくり返って、こう、足を取られてね、転倒したというようなときもですね、まあ大丈夫かなと。ただ、水中撮影みたいにですね、本当に本格的な、水圧がかかるような、ところはね、どうやらダメみたいですね。だから水圧がかからない範囲、例えばカヌーで、急流下りを、まあ、するであるとか、あとスノボも OK でしょうし、スキーそうですね、べちょべちょになると水圧がかからない範囲でのね、防水ならね OK ということらしいんですけどもね、それにしてもすごいですよ。だってジンバルってね可動部がいっぱいあるんですよね。で、その可動部を維持しつつ、防水機構を実現するにはですね、結構大変だと思うんですよ。で、実際本体、このジンバルのね、ですね、本体を見たところですね、これほんまに防水なんと、いうようなね、
外見ではありますっていうのも、例えばね、あのジンバルっていうのはですね、これ一応 GoPro をつけることを前提としたジンバルなんですけれども、若干のね調整機構があるんですよ。アームがね伸び縮みします。ジンバルは大概そういう機構がついてますですよね。でそのアームが伸び縮みするということはですね、そこにね、コード、つまり、配線があるわけですよ。でその配線がですね、このアームの内側に見えてるんですよ。でこの配線、水使っても大丈夫なんかなっていうようなね、そういう配線がね隙間から見えているわけなんですね。でももしかしたらその、隙間に水が入ったとしても、本当にこのジンバルの中にですね水が入っていかないような機構があるのかもしれませんけれども、パッと見はですねなんかやばそうと。でも一応ね、一応 OK というふうに言われています。ここはちょっとね歩いて渡ろうと思います。おっと、しかし通行する人がやたら多いな。そうか、ここはね、信号の加減で向こう岸に行くとね、あのものすごく信号の変わるタイミングが悪いんですよね。ちょっと、黙ります。なんか今のところめちゃくちゃ人が混んでたんですけども、何だったんでしょうか。いつもね交番前ですけれども、もうジンバルの電池持ってますね。もうかれこれ1時間ぐらいは、使ってるかなといったところでありますけれども、もう今日の後半の動画ほとんどジンバルの話になってしまいましたですね。電池の持ちはですね、まあそんなにむちゃくちゃ良くはないですね。1時間半、まあ、2時間は持たないかなと、ああいうようなとこですね。まあでも GoPro のね、GoPro の電池がですねどうせ1時間しか持たないんで、ということは考えたらですね、もう1時間以上持ったところでどうせね、GoPro の電池変えなきゃいけないんだからというところではありますね。あとそれから、電源はですねコネクターは、マイクロUSB コネクターで、まあ、やりようによってはですね、モバイルバッテリーで連続供給ができますね。で、ですけれどもですね、GoPro はですねジンバルにマウントされてるわけですね。なので GoPro の方にね電源を連続供給するわけにはね、これはねあのちょっと難しいですね。やったことはないです。でもしかしたらできるかもしれないですけども、USB Type C のね、コードがいるんですよね。でね、USB Type C のコードってね、だいたいね太いんですよ。で、この太いコードをですね、太いコードを、GoPro、つまりですね。フェイルテック WG2 ジンバルに載せた GoPro からですね、果たして、ジンバルの動きを保ちつつ、電源供給ができるのかというとですね、多分ね僕の感覚ではねできないですね。よっぽどしないかな。本当あの紙みたいな、フラットケーブルみたいなのがあればもしかしたらいけるかもしれないですけども、まあ、USB Type-C のケーブルでそんなんはね、あんま見たことないですからね。だから、例えば山登りとかで、1時間以上ね、映像を撮るとかいう時にはですね、どうしても GoPro の映像撮影時間、これがどうしても1時間ね、1時間20分くらいかな、持って。そういう場合だったら多分1時間くらいかもしれないですね。っていう風になりますね。で、GoPro はですね、あのウェアラブルジンバルなんで、モニターはですねこれオフにして、撮影するのがいいと思います。で今もね、GoPro のモニターはオフにして、撮影をしております。ちょっとこの辺りからねまた徒歩になろうかなと思いますね。
ちょっとね、人通りも多くなってきたんで、一旦この辺りで、夜の部前半終了と、ここは工事中だ、させていただこうかな。お、これはどうしたもんだ。赤信号だけれども、ここから先は決して車は行けない。これは渡っていいものかどうか、これはどうなんだ。まあまあまあ、いや、とりあえず青になった。というわけで、ここからはね、ちょっと人通りが多いんで、前半終了となります。ではでは。はい、どうもです。デイリーチェックトゥーゴー、夜の部後半開始となります。ですね、実はですね、今ね、リュックサック背負ってるわけなんですけれども、実はですね、もう一個ね、荷物があるんですよ。ちょっとお見せいたしますね。こうなんですけどね、これリフェイス RC っていう僕の、オルガンです。でこれちょっと今持ち運んでるところなんですけどね、ショルダータイプなんで、キックボードに、キックボードでこう走るにはちょっと、コツが、いりますけれども、まあなんとかね、普通に移動できております。でね、このリフェイス YC っていうキーボードを入れているこのケースなんですけども、ちょっと面白い話があってね、紹介いたしますと、ケースはですね、のラケット、プロテクションラケッターっていうね、プロテクションラケットだったっけ、プロテクションラケッターっていうね、そういうような、メーカーのね、ケースなんですね。楽器のソフトケースメーカーとしては結構有名です。トレードマークは DJ のおっさん、サングラスのおっさんのマークですね。ご存知の方も多いと思います。でね、これにですね、名札がね、ついてるんですよ。でね、楽器のソフトケースの名札っていうのはですね、どういうことかっていうとですね、まあ万が一こうツアーとかね、それからライブとかの中で行方不明になると、楽器がね、行方不明になってしまった時に、もうこれ誰の楽器はどうしようもないんですよね。で、名前と最低限の連絡先ぐらいはこう書いて、でさっとこう、分かりやすいところにね、目に留まるようなところに名札をつける場所があるんですよ。これはね、ナイスアイデアですね。でね、それがちょっとですね、実は面白くて、名前って普通ネイムって書くじゃないですか。でまあネイムとかフォーンとかってね、アンダーバーガーってやるじゃないですか。ところがですね、ネームじゃなくてラケッターって書いてあるんですよ。ん?とか思って、あ、ん?とか思って、ラケッターってどういう意味だと思います？あんま使わない単語ですけれども、日本語にぴったりの表現があるかどうかっていうのはちょっと微妙なところなんですけれども、おっちょこちょいとかね、バカとかあんまいい意味じゃないんですよ。つまりどういうことか言うたらですね、この楽器をなくした人に、取ってみたら、なくした人がですね、要するにおちょこちょいな人なわけですよ。楽器なくすな、楽器をね、なくすわけですから。で、見つけた人がですね、おちょこちょいな人っていう名前ってじゃなくて、まあ英語ですけれどもね、ラケッターね、面白いですよね。そういう風なちょっと遊び心というか、日本語の漢字で書いておいてほしかったなというところはありますけどね。僕は日本なんでね、英語、アメリカとか英語が分かる人がね、必ずしも発見するわけじゃないんでね。でしかもラケッターってバカっていう単語は、もっと別の単語はありますけれども、でしかもですよ、しかもこのソフトケースのメーカー名になってるっていうね、プロテクションラケッターっていう、なんかこう、プロテクションラケッター、つまり、保護するおちょこちょいものって、なんじゃそれはと。というわけですね。というわけで、デイリーキックトゥーゴー、夜の部、後半、おっと、このジンバルの電池、最後まで持ちましたね。やりましたですね。
Delicate Go Delicate Go チャンネル登録しないでね、ホーバットボタンも押しときな、ハデリケットゴー、本当は登録してほしいな、グッドボタンポチッとな、ハッ、もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね、ハッ、グッドボタンよろしくね、ヘイ、本当は登録してほしい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 。